手もうちょっと手がこうなる。で、おさんでも飲んどるのを見せてほしい。こうやってパッと少し開いて。生後2日のこの哺乳です。足を、お腹と足は下につけて、でね、押してません。勝手に飲みます。こういう風にね、飲ませる量が分かるので、飲んだ量を記帳します。あ、1。まだ飲みそうだね。保護した猫とかは必ず毎日飲む量をチェックしてください。このシリンダーだと、まあ、シリンジって言うんですけど、3cc 一杯で飲みますので、だいたい1日目は1本か、すごく飲む子で2本です。うん、口拭きましょうね。はい。はい、おしまい。他の子もお願いします。お口、そうだね。お口もよく拭いて。で、うちの子はお母さんがいるので、おしっこは取りませんが、必ずご飯の時はティッシュでお尻の方を刺激して、おしっこも取ってあげてください。はい、もう一匹いきます。で、もう一匹。ちょっと気持ち悪い。みんな赤ちゃんや、あんたもこんな買ったんよ。ね、あんたもこんな簡単よ、どうする？赤ちゃんいっぱいいるね。これ全部大きくなってるんです。白。尻尾とかに色つけとかんと見分けが本当につかないですね。3匹。全く真っ白で同じ体重です。その子あげたよ、さっき。クリームと、ブラックホワイト。ちっちゃついてない。クリーム済んだ。もう終わりこれ。終わり。これね、絶対自分から飲むので、シリンジ硬いだろうと思うだろうけど、意外とあのゴムのシリコンの匂いがする哺乳瓶の方が嫌います。ほとんどこれで大丈夫です。結構飲んでるね、その子。